カフェの駐車場にずらりと並んでいるのはキッチンカー。今日オープンした屋台ビレッジ札幌はイベント自粛で出店が激減するキッチンカーのために企画されました。こんにちは、こちらメニューになります。はい、じゃあこのたこ焼きとソフトクリームをお願いします。はい、お待ちください。このように屋台ビレッジでは車から一歩も降りることなく注文から受け取りまですることができます。この企画をゴールデンウィークに開催したところ、新型コロナの感染を気にする客から好評だったため、今月中の毎週金土日曜に営業することになったということです。